はい、皆さんお疲れ様です。もこです。今日はねお家に帰っております。お休みです。今日はお休みということでね、まだ明るい時間帯ではございますがね、やっちゃいましょう。やっちゃおう。たまにはさ、いいよな。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れです。お疲れ様です。うま。今ね、お風呂行って、お風呂場行って、髪の毛切ってきたの。横をね、買ってきたんですよ。もうね、横買っとるからさ、短い部分があるからさ、結構ね、頻繁に切らんといけん。2週間に1遍ぐらいのペースでね、刈らないといけないんで。で、今ね、あまり外出してはいけないということで、今回はね、お家でセルフカットです。セルフカット。ママにお家で髪は切らないでって言われてるんですよ。やけどね、切ってやったね。しっかりね、掃除してね、髪の毛、切った髪の毛は掃除して、証拠の方はね、隠滅しております。さあ、飲もうぜ。ね、今さ、いろいろ自粛ムードでいろんな影響が出ているわけで、僕もね、トラック運転手やっておりますけども、YouTube 関係でもね、いろいろ動いておりまして、今回実はね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、ジャパントラックショー2020、これがね、横浜の方で開催される予定やったんですよ。それがね、まあ今この状況においてできないということで、まあ、延期かね、中止かわかんないんですけども、できなくて、集まれなくて、僕もね、そこに行ってちょっとね、そのトラックショー、セノプロと一緒にね、行こうと思っていたんですけども、それが叶わずに、いやー残念やな。いろんなところに影響出てるんですね。あ、そうそう、そのね、セノプロとモコちゃんチャンネルがコラボしたステッカーっていうのがあって、まあ、この前ね、以前ツイッターの方では発表したんですけども、ちょっと持ってこようか。こういった感じ、わかるかな。こういったね、ステッカーも作ってもらっとったんですよ。ステッカーを作って、たくさん作って、来場された方にプレゼントしようと思って作ってもらったんですけども、これもね、幻のステッカーとなりましたよ。いや残念やな。これかっこいいですよね。クオリティ高いですよね。何台かはこれを貼っとるトラックがおると思う。まあ、数があんまりないんで、まあ、出会った方にね、差し上げるってことはできないんですけども、こういったね、ステッカーも作っていただいておりました。残念やな。今ね、そういったところでね、いろんなところに影響が出ているわけで、まあ、我が家にもね、でっかい影響が来まして、コロナ別居、今流行りのやつですよ。コロナ離婚とかも言いますけど、我が家にもね、その波が来ましたよ。まあ細かいことは言えないけど、まあね、いろいろありまして、コロナ別居なりましたよ。うちもモコ家もコロナ別居になりました。まあ、違うかな、なりそうでした。まあいつもの生活自体が、僕長距離トラック乗っておりますんで、基本別居ね、僕はトラック生活、家族は我が家で暮らすっていう、このね、スタイルでやっておるんですけどもね、もう家に帰らないって決めて、もう絶対家に帰らないって決めてね、昨日お仕事が9時半に終わりまして、9時半に終わって、今日はもう仕事ないから帰っていいよって言われて、僕帰るところないと思って、ホテルに泊まってやろうと思ってね、決めとったんですけども、やっぱりね、いざ家に帰れないってなると寂しいな、やっぱり寂しい。ということでね、ママに今日もう仕事ないんやけど帰ってもいいっていう許可を求めまして、その許可がおりまして、昨日ね、無事に帰宅することができました。そしてね、その夜に一緒のお布団に入り、仲良くなったという次第でございます。一件落着。よかったね。まあツイッター見とる方はさ、まあね、感づいとった方たくさんいらっしゃると思う。僕もね、ツイッターって結構ね、本音をつぶやいとったり、現状をどんどん僕ツイッターでつぶやいておりますんで、それでね、ツイッターやインスタ、
そういったところをね、登録されておる方はいろいろ知っとると思う。まあね、今話にも出ましたけど、 Twitter、インスタの方も僕やっておりまして、あと TikTok、 そっちの方もね、やっておりますんで、ぜひぜひ、ご覧になってください。 Twitter やね、インスタではもこちゃんの現在地等々ね、ちょくちょく発信しておりますんで、確認されるとね、今もこちゃんがどこにいるのかね、わかるかと思います。さあ食べようぜ。あ、そうそう、今日のおつまみね、今日のお酒のあては、じゃかじゃん、これはブリの小さいやつ、何やったかな、ハマチや、ハマチね、ハマチのお刺身と、そして明太子ね、血圧が上がるぞっていうコメントがね、多数来ると思います。まあそういったね、血圧が上がるぞというコメントがたくさん来ますんで、もう一品生ハム、生ハムがあるんですけども、こちらの方はね、ご紹介控えさせていただきたいと思います。全部血圧が上がる、全部血圧が上がる食品ばっかり。お刺身もさ、醤油つけるからね、たっぷりね。たっぷりつけるタイプ。食べよう。あ、そうそう、このね、醤油をつけるお皿ございまして、これね、天下一品のなんかね、おまけやったかな、なんかスタンプ貯めたらもらえるんかな、僕ちょっとわかんないんですけども、これもね、以前12月やったかな、セノプロに遊びに行った時に、セノプロのね、従業員の方からもらった一品でございます。これも思い出の品。うん、さあ食べよう。なんやろこれ、見た目より小さいな、すごく薄かった。これいただきます。やっぱうまいな、お刺身うまいな。お刺身うめえわ。うーん、僕ね、小さい頃からお刺身が好きで、結構ね、若い時は肉が好きって方もいらっしゃると思うけど、僕ね、ずっと小さい頃からお魚が好きなんですよ。でもちろんお肉も好きなんやけど、断然魚やな、まあ、魚っていうかお刺身、断然お刺身が好き。うーん、うまいもん。続きまして、明太子です。からし明太子、明太子うまいよな。うまい、特にこの明太子うまいわ。うん、おいしい。もう一品ありますんで、それもね、食べよう。これはね、これは塩分強いわ。うん、いやけど塩分強いものって美味しいよな。ラーメンもそうやけどさ、うまい。体に悪いものは美味しいっていう格言を聞いてしまって、そういったね、格言を聞いてしまうと、より一層美味しく感じてしまうよな。で、さっきね、自分で髪を切っとって、自分でね、髪切っとって旅行を買ったんですけども、バリカンで。これね、3ミリで買っとるんですよ。前はね、6ミリで買ってたんですけども、6ミリやったらやっぱすぐ伸びるからさ、もう3ミリでいいやと思って3ミリで買っとるんですけど、すごくね、最近白髪が増えちゃって、まあね、去年の2月か3月やったかな、それぐらいから動画編集、動画配信始めてるんですけども、やっぱり動画撮影したり編集したりするからさ、頭使うとやっぱり白髪が増えるんかな。ね、なんか頭使うと白髪が増えるって言うでしょ。うん、僕最近白髪が増えてきたの。前までね、本当に一本もなかったんです白髪。うん、ここ1年でね、白髪が生えるようになった。嫌だな、白髪染め使おうか。まだね、数本なんで、1本か2本なんで全然いいんですけどね、どん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 おっさんになっていきますよね、年を取っていくよ。でもね、別にね、僕年を取ることにそんな抵抗なくって、っていうのも、一緒に年を取ってくれる人がおる、まあ、僕の場合ママですよね、一緒に年を取ってくれる人がおると、なんかね、別にいいやと思ってくる。やっぱそういうの強えよな。ねえ、まあ昨日の午前中までね、
家に帰るもんかって思いよった人が言う言葉じゃないけどね。まあ今はね仲いいからね。おいしい、おいしいな。ねえ、かっこいいですよねこのステッカー。これちょっとね増産してもらおう、増産してもらおう。うん、かっこいいもん。これね、トラックにも貼っていいステッカーで、ね、防水の結構いいステッカーなんですよ。うん。ね、お仕事関係に配ろう。もしかしたらね、セノプロでトラック買ったら、これもらえるかもね。まあ、セノプロとね、お付き合いのある方は、おっしゃったら、もしかしたらくれるかもわからん。ね、宣伝しとかんとね、宣伝しとかんとこんな絵も作ってもらったからさ。まあ、いろいろね、お世話になっとるんですよ、セノプロ。そして、富士運輸。まあ、富士運輸はね、チャンケブログ、チャンケとか、しみじゅんさん、ね、有名な YouTuber いますんで、そういったところでね、つながりはできたんですけども、あとね、富士運輸、セノプロか。セノプロ、YouTuber がおるみたいで、知ってます？しみじゅんさんっておるでしょ？しみじゅんさんの息子。しみじゅんさん息子おるんですけど、息子がね、セノプロに入って、セノプロに入社して、今年度。今ね、整備士やってるんですよ。そこでね、チャンネル作ってるの。お父さんと一緒で、シミショー工房やったかな。シミショー工房っていうね、チャンネルを作って、YouTuber やっとるんですよ。親子ですげえよな。そんで親子ですげえ仲がいいの。シミジュンさんがさ、自分のことをお父さんと呼ぶんですよ。親子の会話で、シミジュンさんが自分のことをお父さんって言うの。お父さん。全然そこに違和感があって、なんか面白かったなぁ。ねえ、ちゃんとお父さんやっとるんやな、しみじゅんさんもさ。ねえ、いろんなね、YouTuber とのつながりもございまして、ねえ、いろんな方に助けてもらって、いろんな方にね、支えてもらって、今のね、このもこちゃんチャンネルあるわけでございますけども、まあね、そういった感じで、日々ね、精進しながら楽しんでいるわけでございますけども、今日はね、久しぶりのお休み、満喫しよう。今ね、子供たち、ママの実家の方、徒歩5分のところにね、実家ありますんで、そっちの方に行ってね、お昼ご飯、まだね、実はお昼なんですけども、明るい時間、お昼からね、お酒飲んでるわけですけども、このね、撮影が終わったらちょっとね、お迎えに行きたいと思います。まあそういった感じでね、久しぶりの休日、こういったね、塩分の高いものを食べながらお酒を飲んで満喫しているところでございますけども、また明日からね、長距離生活始まります。明日はね、明日は茨城県や、茨城県の方にね、荷物があるそうなんで、明日積み込みに行って、またね、よくよくで走るっていう形になるかと思います。いつもの長距離トラック生活のルーティンに戻るね、そんな感じになります。やっぱり家がいいわ。うん、絶対に家に帰らないって言おったけど、やっぱり家がいい。ここがマイホーム、一番落ち着く。うん、もしもしね、子供お迎えに行ってきますんで、今日はね、この辺りにしておきたいと思います。この前誰やったかな、コメントで、今我が家で何々だと思いますっていう、この思いますっていうのがね、流行してますって言いよった。まあね、どっかの家庭でこの思いますがね、流行しております。そんなコメントが来とった。ほんとね、いろんな方が見てくれとって、ほんまにありがたい。うん、そんな感じで今日はね、この辺で終わりたいと思います。また明日、またね。